はい、皆さんこんにちは、203です。今日は非常にコストパフォーマンスに優れたコンポの紹介をしたいと思います。こちらですね、センサーの、エンパイアプロ12速のコンポですね。元スラムの人が作ったメーカーらしくって、まあなんかいろいろとスラムに似たところがあるようですね。まあ例えばなんですけども、まあ、こちらが、スラムのパッケージなんですけども、黒い箱で、白文字と赤の文字で、デザインされてるんですけども、それがもうすごいセンサーのこちらの箱と、まあ、違和感がないというかすごい似てる感じがあります。で、今回買ったのが、センサーの、エンパイアプロっていうのの、2×12 速の日本版っていうやつですね。こちらがまあスプロケなんですけども、12速用で11から 34T ってなってますね。で、このコンポなんですけど、非常に格安で、しかもシマノ互換があるということで、まあリムブレーキ版にはなるんですけども、非常にこう安く、ロードバイクを組むことができるんじゃないかなと思ってます。今回、まあ、12速っていうことで、まあ、そもそも12速だとシマノでまだ12速のコンポロードでは出てないんで、まあ、そういうところでは先にちょっと12速体感できるかなっていうのでちょっと面白そうだなと思って、まあ、今回、今まで乗ってたターンバックとかに、組み付けてちょっと試してみたいなと思ってます。まあ、その、使い勝手とか組み立てのしやすいかどうかとか、まあ、あと乗った感じですね、その辺のインプレも後々できたらいいなと思ってます。それでは早速開けていきましょう。説明書ですね。日本語の説明書がついてますね。結構日本語がちょっと面白い文章になってるんで、後でちょっと細かく見ていきましょう。はい、中身がこういった形になってますね。これが、ここ空いてるのは多分スプロケットが本当は入るとこなんですかね。こちらが、リアディレイラーですね。あ、この辺はカーボンになってますね。エンパイアプロって書いてありますね。こういう形ですね。結構硬いですね。結構このケージの長さも長いですね。で、フロントディレイラーですね。まあ、テカテカで、ここに赤い文字でセンサーって入ってますね。なんかシマノのフロントディレイラーに結構形というか似てますね。ここにネジが2つあって、これはプラスのネジになってますね。調整ネジ。はい。シフターですね。あ、ワイヤーがこう中に入ってますね。エンパイアプロって書いてあって、センサーって書いてあって、ここのレバーがカーボンになってますね。これは結構高級感があっていいですね。2ミリもいい感じですよね。ここの、なんていうんですか、ラバーの部分はシマノだとすごい柔らかいラバーなんですけど、これかなり硬いラバーでできてますね。ラバーというかプラスチックみたいな質感の硬い感じになってますね。ワイヤーが最初からこう、組み込まれた状態になってるってことですね。結構、質感はいいんじゃないですかね。シフターは結構いいと思います。さっきのリアディレイラーも全然質感的には悪くないですね。ここがケージがカーボンなのもあるし、ここのギラギラ感はあって、
まあ、真っ黒なんで、多分シマノのその低いグレードのものよりは、まあ、高級感あるというか質感高いですね。ここの、調整のネジが六角になってますね。見えますか？六角になってるんですね。これはいいですね。あのシマノだと105以下になるとプラスのネジになってるんですけど、六角の方が回しやすいですね。携帯工具でも六角ネジだけで済むのもあるし、アルテグラとかデュライスはこういう六角になってるんで、六角の方がいいですね。ちょっと六角の穴が大きいですね。シマノだと2ミリのものだと思うんですけど、これもう少し太い六角になってますね。はい、ではスプロケの方を開けていきたいと思います。実はですね、買ったのは普通のスプロケの方じゃなくてですね、オイルスリックの、まあ、レインボーカラーというか、そちらの方の、スプロケを買いました。うわ、あ、ロックリングが落ちちゃいましたね。繰り返すと、うわ、これは綺麗ですね。すごい綺麗ですね。12足で、届く11から 34T ですね。の12足になってます。うわ、めちゃめちゃ綺麗ですね。これはちょっと組むのが楽しみになってきましたね。フロントのクランクは普通の今までのシマノの、11足用のクランクが使えるみたいです。フリーホイールも、11足のものにくっつくみたいなんで、それをそのまま使うことで、まあ、今までのホイールが使えるってことになってます。あ、ちょっとなんかついてるなと思ったら、こっちが 11T の方ですね。なんか付属になってるんですけど、こっちが 11T で、今現状では 13T、 あ、わかったわかった、こういうことですね。と 13T から 34T までが一体になってて、12T と 11T を足して、でさらにロックリングですね。これで12足になってるっていうことですね。はい、でさっきちょっと日本語が面白いなと思ったんで、ちょっと細かく見ていきたいと思います。説明書の文章です。写真1指示した通りに革のカバーをめくりハンドルに入れます。まあ意味はわかるんですけどね。図に指示ように適当な位置調整して 5mm の六角穴付きをロックします。ロック力は6から 8Nm。 最後のこのセミコロンっていうんですかね、これがちょっと不思議な感じですね。これ結構長文ですね。適切なトランスミッションパイプとラインアップを使用して図3みたいに適当なラインパイプの溝を選択します。セットとした後、革カバーをリセットしてランクを一番低い段階に釈放して、次のトランスミッションのロックラインが便利になります。これはもう意味わかんないですね。どういうことなんですかね。ちょっとこれ難しいですね。4番、張力ネジ調整ソテ図 D に示すように手で後押しを最大のフライホイールのところに回し、 2.5 ミリ以内の六角穴付きバッチで調整して、上ガイドホイールの上縁と最大のフライホイールの刃先の距離を6ミリぐらいにします。なんかここまでいくとちゃんと文章直して送ってあげたいような気にもなりますね。はい、では重量を測っていきたいと思います。まずシフターですね、片側 210.5g ですね。はい、次がフロントディレイラーですね、95g で、リアディレイラーですね、
197g ですね。で最後にスプロ系ですね。はい、あ、230g、 結構軽いですね。はい、ちょっとシフト操作なんですけど、今左手でレバー固定して右手で動かしてみます。大きく動かすとダウンですね。で、シュトアップは軽く動かす感じですね。このダブルタップってやつが多分シフトダウンになるんだと思います。まあ、操作的にはそんな難しいことはないですね。はい、いかがだったでしょうか。今日は、センサーのエンパイアプロ、12速のコンポの紹介をしました。今後のところでこのコンポを組んで、インプレしたりしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。それではまた。